アングラーの滝壺ね。確かここで潜れるようになるんだったはず。やめてアメンボがいる。爆弾がある。守りの木の実を手に入れる。それじゃない。ここが氷抜け風。ダルルルルルなんか詰まってるね。まずコンパスから手に入るよね、このゲーム。なるほど、ここの深いところはいけないやつが。小さな鍵。ジャンプ。まだマップがないからな。今鍵取ったし、早速開けてみよう。とりあえずここで泳げるようになるのは間違いない。なあ。いいよ。はい。なんだ、ここに鍵使わない方が良かったんじゃないか。大丈夫かな。深い。深いじゃ。くちばし。フクロウ。ほう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 。トゥトゥトゥ、今トゥ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 ンと音した気がしたんだけど。おお、今回はマップ早かったな。やっと地図を見つけた。早かった。こうやって見るとね、短いし。階層はあるのかな。ここを手に入れたらここの鍵が開けれるかな。ここ、うんうん、ここ、うん、こっちかな。私にはダッシュジャンプがある。暗い。壊せる。調べる。なんとかすれば壊せそうだ。こうか。ダメでやる。こうか。ダメでやる。まあ知ってるんだけど。爆弾。やったか。まあまあ小さな。敵多すぎない。敵が多すぎて目に回りそうだよ。上に参りま。ここだ。やったぜ。うわあ、もうめんどくせえなこいつ。ああ、小さな鍵。今のマップ横ないね。ないな。鍵2つストック。ここはダッシュジャンプ。とっ、まあ分かってるところから行こうか。
そこは現状はいけないかな。泳げるようになってからかな。もうあいつが分裂することが不可能になったね。鍵足りない。あ、鍵がパプン。一体どうなったって。ダバイヨダバイヨ。なんでよ、ナルトは難しいよね。こんなところにヒントが。光る床、その動き知る者、必ず導かれる。とりあえず泳げるようにならないと。が多い。もう雑魚一発だからすっごい楽。偽物じゃねえ。これか。光る順番。やったぜ。でもう一回ん。私にはわからない。あー、そういうことか。逆ね。これが正解ね。じゃあこうね。え？どうやって向こう行こう。泳げるようになってからか、もしかして。泳げるようになってからだな、これ。よし、鍵ゲット。で、あんま意味ないな。逆からか。そして持つ。まあ行けるとこ行ってからにしよう。いけないとこだな。ボス部屋じゃん。もうだいたい回り終わった感。素直にあっちまで戻りましょうか。ん？あら、こんなところに。セーブ&ロードが。一応これできるんだよ。ゼルダね、夢を見る始末ったこれだよね。セーブでショートカット。結構ギリジャンじゃないとダメなんだよこれ。いけない。よし、とりあえず帰ってきた。さあ行きましょう。中ボスかな。ほら、うわー、来るー。行けろー。
これ確かね、ジャンプで越えてもよかったんだけど。うわっ、ルートがやんのやめろ。ジャンプで越えてもよかったんですよね。あのね、ペガサスの靴でケツ狙ってもいいんだったかな。いや、あーや、ダメだね。ジャンプで、ジャンプ、正解はジャンプ。基本的に中間で強化アイテム潰れる。つかみは OK。 いったねー、これだな。きた、アングラーの水かきだ。OKOK で、ここ謎解いて、これ取って、これ取ったらもうボスだよ。いやー短いのただまーで、これで地下いけるんだけど、その下のアイテム欲しいな。どうしようかな。まあ地下から行くか。ギリギリ。あら、ああ、さっきの落ちたやつだ。だから本当はとっとと先こっち来とけよかったんだね。そしたらあんなめんどくさい回り道しなくても水かき取って前に飛んで後ろに戻るこの変態の動き。相変わらずワイで攻撃しちゃうんだけど、これは多分クリアまで行っても治らないと思う。まあいいか、別段困るほどでもない。50ルピーを手に入れた。泳げるって素晴らしい。プクプクさん、剣触れる。よいしょ、摩擦、止まれ。あれ、ボス部屋の鍵まだないけど。無理だね。こことここだから、まあこれが一番早いと思います。こっちか、行ってみよう。なんもねえじゃねえか。クリボーじゃなかった、ボケゾー。とりあえずこのアイテム取ろうかな。でここがどっから行けるんだ。まあいいや。金か、割と嬉しい。
りあえずあとはボスの鍵だけだね。ここだよね、ボスの鍵で、ここは鍵を取るだけ、ここはこことつながってる。ここはどことつながっているんだ。マップはもう全部終わっている。これだね、ここだね、ここ。じゃあここだ。まだあの謎解いてないもんね。こっちから行けるな。ということで、ここ行って、ここ行って、この辺か？正解、2分の1！ やったぜ！なななななななん！わー、ドッスン的なものがいる。スーッと。いける！超えれる！ほら、やったぜ。なんでお前横に当たりはんじゃん。あんのかよ。落としてからだな。俺行っちゃうの。行っちゃいます。さあ、はい、最弱のボス。最弱のボスしかいない気がするのは気のせいかな。こいつ死なないんだけど、無敵か。あ、死んだ。ほら、もうあそこだね、戻ったとこだ。よし、やっぱ序盤のダンジョンは簡単だな。ボタンを押すと家族ができる。よし。何もしてないのに落ちたけど。おかしいな。この鉄格子壊した方がボスと戦うよりよっぽど楽な気もするけど。下突きとかないんだよね。ふわ、怖っ。アングラー。ガボボン、ゴベバゴゴボン、エギエザエザボー。アングラームサシじゃなく、グランダームサシ。別にあの頭のとこじゃなくてもダメージ通る。上から来るぞ。やったか。これこの人のハートかな。ここ行けそうだよね。行けないけど。相変わらず弱い。さあ、縦ごとかなこれ。ハープ、潮騒のハープを見つけた。家の中にもお前の行く道は続いている。
タルコーチ。さあ泳げるようになった。マンボウ教えて。来た。眠そう。僕マンボウの子供、マンボウタメゴロウ。あんた笛持ってる？じゃあ一曲教えてあげる。チョコボの音楽かな。マンボウ、マンボウ、マンボウ。マンボウのマンボウを覚えた。水の外へ出たら吹いてみよう。僕の曲、お、島のあちこちへワープポイントワープできる。どこでも吹けるようになった。マンボが池にワープできるようにしてあげるよーと。こいつは便利だ。前はね、マンボが池にしか行けなかったんだけど、なるほどね。詰まった。